以後第67潜水艦は、日本海軍の潜水艦、265型潜水艦の3番艦。1940年8月29日、南鳥島南方沖で、実施の連合艦隊応用訓練に参加中、水上規模艦水穂の搭載機の制圧を受け、急速潜航を実施した際に原因不明で、沈没した。第30潜水隊司令、奥島正中佐、 艦長の大畑正し仲裁彩八88名の上院と演習審判官1名全員が殉職した。原因は、水穂の搭載機の状況報告から、後部昇降口の閉鎖がなされず、先行直後から浸水が起こり後部から急速に沈下したと推定された。艦長たちの軍艦百432から433ページによる、ABC ハンディバン日本海軍艦,艦艇写真集19巻73ページ。ABC、艦長たちの軍艦誌432ページ。昭和13年6月1日付、内例、第421号。日本海軍の潜水艦その系譜と、戦歴全記録107ページ。艦報、第2800号。昭和11年5月6日。 海軍事例広報号外第91号昭和12年11月15日付、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 2500AB 海軍事例広報号外第205号昭和13年7月4日、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 4100AB 海軍事例広報号外 第218号昭和13年7月30日、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 4100AB、海軍事例広報第316号昭和14年3月21日、アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 5500AB、海軍事例広報第319号昭和14年3月28日、 アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 5500AB 海軍事例広報第342号昭和14年6月1日アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万 5900AB 海軍事例広報第396号昭和14年10月26日アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万6500海軍事例広報第402号昭和14年11月15日アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万6700ありがとうございます